イギリスのエリザベス女王が8日、滞在先のイギリス北部バルモラル城で亡くなりました。96歳でした。悲しみに包まれるイギリスに中村記者がいます。中村さん、そちらの様子を伝えてください。はい。私今ですね、女王が普段の住まいにしていたバッキンガム宮殿の前に来ています。今ですね、こちら現地夜10時近い遅い時間なんですけども、このように人で溢れていてですね、この先にあるゲートで献花をしたり、時々ですね、自然発生的に拍手が上がったりと、皆さん思い思いに別れを告げています。96歳、在位70年のエリザベス女王の死に、市民からは信じたくないと悲しみの声が上がっています。イギリス王室は8日、女王が医師の管理下にあると発表していました。医師が8日朝に診察した結果、健康状態を懸念したためとしていて、王室メンバーが女王の静養先に集まりました。その後、日本時間の午前2時30分ごろ、王室が女王は午後安らかに息を引き取ったと発表しました。亡くなる直前まで精力的に公務をこなし、6日にはトラス新首相を任命したばかりでした。知事であるジョージ6世の後を継ぎ、1952年に25歳で女王となったエリザベス女王は、開かれた王室を目指し国民に寄り添い続けました。新型コロナ禍でも国民を励ますメッセージを発信し、イギリス国民にとってはまさに精神的な支柱でした。ただ去年、長年連れ添った夫フィリップ殿下を亡くし、それ以降は静養先に滞在する機会も多くなっていました。トラス新首相は数時間前に弔意を示しています。Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. 女王の死去を受け、チャールズ皇太子が国王チャールズ3世となりました。新国王は声明を発表し、大切な君主で多くの人に愛された母の死を深く悼む。イギリス国民のみならず、世界の人々が喪失感を覚えるだろうと述べています。国内外で非常に人気も高くですね、先ほど聞いた話を聞いた人にもですね、誰にでも愛された女王だったと言われていました。まさに時代の象徴だった女王が亡くなったイギリス、さまざまな問題を抱える中、さらなる喪失感を覚え喪に服す期間に入ります。以上、ロンドンからお伝えしました。